旧優生保護法のもと不妊手術を強制されたとして札幌市の男性が国に損害賠償を求めた訴訟の1回目の口頭弁論が開かれ、男性は国に対し謝罪するよう訴えました。札幌市の小島喜久夫さん77歳は旧優生保護法の下で不妊手術を強制され、憲法で保障されている子どもを産むかどうか選択する権利を奪われ、救済制度を設けなかったことで精神的苦痛を被り続けているとして、国に対し1100万円の慰謝料などを求めています。小島さんは国が責任を認めて謝罪をしてもらいたいと涙ながらに訴えました。一方、国は旧優生保護法の違憲性には触れず、救済制度を設けなかったことは違法ではないなどと争う姿勢を見せています。大変でした。やっぱり思い出したくないことをやっぱり言うんであってね、私みたいに苦しむ人がね、いっぱい出てくるのでね、そういうことはないように絶対謝罪してもらいたいと思います。